はい、どうも、週の始まり、YUGO.tv でございます。早速、本日のお題を読んでいきます。今日から新しいカテゴリーに入っていきます。暗い人生に希望の光を見出す方法。こちらの大きなカテゴリーの中から、30項目ほどほぼ毎日配信していきます。あれいたずらしようと思ったのにいたずらバージョンで落書き、王冠バージョンでじゃあお届けしたいと思います。歌っぱなバージョン、ヒゲバージョン、機械バージョン機械バージョンでいこうかな。はい、それでは読んでいきます。って言ってもまだお題は、希望は持つものではなく見つけにくいもの。こちらを今から読んできます。希望がないという人には共通点があります。希望を見つける努力をしていないことです。部屋でじっとして何も行動もしていません。考えることはネガティブなことばかりです。口にすることといえば嫉妬、恨み、悪口などです。その状態では希望はやってきません。じっとしていればそのうち希望が出てくるのではないかと思いますが、違います。じっとするという行動をしているため、何もないという現実が返ってきます。何も変化がなく、無駄な時間が過ぎるばかりです。希望のない状況は谷に落ちているようなものです。谷は深いです。じっとしているだけでは谷から這い上がることはできません。谷から這い上がるには努力と覚悟が必要です。希望を見つけるという覚悟を決め、ふさわしい努力を繰り返すことです。まず希望を見つけるという積極的な姿勢を持ちましょう。希望は自然に見つかるものではなく、見つけにくいものなのです。今日の格言、積極的に希望を見つける努力をする。最近、昨日かな、一昨日、TSUTAYA で DVD 借りてきて、すごくいい言葉がピンときたんですよね。ショーシャンクの空にだっけな、ショーシャンク映画。最後の方にエンディングの近い場面で、希望は命だ、希望とは命だみたいなね、その言葉がなんかすげえ引っかかったっていうか、すっと心に入ってきましたね。希望は命、なるほどと思いましたね。はい、ということで、希望は見つけにくいもの、自ら探しに行ってこいということですね。はい、アンテナを張ってこれからも生きていきたいと思います。今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。それではまた、メカドローン。